皆さん、こんにちは。猫背専門チャンネル、猫背のアジト、今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰武明です。今日はですね、普段実施しているフルボディワークアウトオンラインというですね、ライブトレーニングの映像をですね、アーカイブに残しましたので、ぜひ動画を見ながらですね、30分間一緒にですね、エクササイズをしてみていただいて、オンタイムでライブ配信されているところに参加して一緒にやってみたいなという方はですね、下に概要欄にですね、記載しておきますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。それでは、フルボディワークアウトオンラインのご様子を、チェックアウト。よし、では時間になりましたので始めていこうと思います。皆さんこんにちは。はい、今日はですね、体の硬い人でもですね、できるようなトレーニングですね、エクササイズというかストレッチか、普段まったりストレッチの回実施しているんですけれども、それでもちょっと硬くて伸びないよとか、それでも辛いんだっていう方も中にはね、いらっしゃるので、今日はそういった方たちのために楽にできて効果の高いストレッチエクササイズっていうのをお届けしようと思います。で、今日使うのはこのフォームローラーで、ない方はペットボトルで OK です。そして、椅子ちょっと後で出していきますので、椅子を使ってやることで、骨盤が立ちやすくなって、床でこうストレッチするとどうしても骨盤がこうやって丸まってしまって後ろ倒れちゃうよって方も多いと思うので、今日は椅子を使ってもも裏を伸ばしたり、体の側腹部ですね、そういったところを伸ばすような感じでプログラムを組んでいますので、ぜひ、こういった転がるようなタイプのものと、あと椅子をご用意の上ご参加いただければと思います。そしたら今日の体のコンディション確認のために、一度立ち上がっていただいて、足踏みとかあと前屈ですね、体の状態っていうのを一度確認をしてみてください。あとは足を後ろにやった時とか反った時ですね、どんな感じかなっていう、あとは体のツイストですね、この辺をちょっと確認していただければと思います。はい、 OK です。では一回皆さん床に降りていただいて、最初まずこのローラーを使ってやっていこうと思うので、もしない方はペットボトルとかでもです。はい、そしたらまずですね、お尻にこのローラーを当てていきましょうか。で、体痛い方はですね、そのままじっとしているだけでも OK です。もし余裕があって転がせるよっていう方は、こういう感じでちょっとボールをローラーを前後に転がすような感じ、これでもきついよっていう方はちょっと左右にこうやって揺れるだけでもいいです。これだけでも十分お尻にマッサージ効果がありますので、ここに乗せてるだけ、1つ目乗せてるだけ、ちょっとゆらゆらするだけ、そして3つ目できる方は少し大きめに転がしてみるということですね。ぜひこの3段階でやってみてください。 OK です。そしたら今度太ももの、裏側のお尻に近い箇所に当ててもらったら、これもねよくやってますが、足を横にブラブラと動かしてください。硬い、ね、筋肉に対して伸長刺激、伸ばすようなストレッチを加えると、痛みが強くて逆に体が、ね、凝り固まってしまう方だったり、ひどい方だと炎症症状が起きて逆に、ね、筋肉固めてしまう方もいらっしゃるので、まずはこうやって、ね、ほぐしていくところからスタートしてみてください。そしたら少し膝に近いところにポールをずらして、同じようにコロコロしてみてください。気持ちいいなって感じるところで結構です。これも動かしてもうすでにしんどくて痛いよって方は、このまま体重乗せておくだけでもいいです。動かせる方は動かしてみて、よし、そしたらですね、少しチャレンジです。お尻をちょっと浮かせて、このももを前後に動かすようにしてローラーを転がしてください。お尻に近い箇所と膝に近い箇所をちょっと分けてもらって、どっちが硬いかなっていうのを感じてもらいながらね、やってもらうといいと思います。 OK です。そしたら今度ふくらはぎに行きます。ふくらはぎです。横にパタパタ倒します。コロコロ転がしてください。
し足首に近いところに動かしてコロコロしましょう。あのね、足首に近いところは結構ね皆さん硬くなって、痛い方ね多いんじゃないかなと思います。そしたらですね、ここからまたちょっとお尻を浮かせてできる方は転がしてみます。でフォームローラー使っている方はこのまま膝だけを曲げ伸ばししてもらっても結構です。ただペットボトルの方だと膝だけ曲げようと思うと結構動きが悪くなるので、ちょっとお尻持ち上げてもらって動かしてもらう方がいいかなと思います。そしたら今度このままつま先をグッと上げてみてもらって、その状態で少し動かしてみてください。さっきよりも突っ張る感じだったり張り感っていうのが出てくるかな。もし難しい方はそのまま横に転がすだけでも結構です。 OK、 そしたらですね、足を内側に向けてもらって、ここですね、足のこっち側にここでちょっとコロコロしてみてください。この深いところにですね、後頸骨筋という筋肉があって、なかなかストレッチではですね伸びにくい箇所ではあるので、ぜひこういったローラーを使ってですねほぐしてあげるといいかなと。ボトルでねやりにくい方もいらっしゃると思うんですけれども、できる範囲でやってみてください。 OK、 そしたら体の位置戻していただいて、そしたらですね足首をパタパタと前後に倒してもらっていいですか。ただ緩めるだけではなくて、ここから足首を使っていくわけですね。ただ緩めるだけだと少し体がただただだらんとしてしまうので、こういった筋活動、関節運動っていうのも取り入れていきます。そしたら足首を回しましょう。回して回して、で足首がこう倒れるタイミングでは足の指がギュッて握られてると理想的です。で上に上げていくときには手を、足の指はパーになってしまう。 OK、 逆回しです。足もね皆さんしっかり使い切れてない方もね中にはいらっしゃいますし、床との唯一の接地面でもあるので、この辺もねしっかりと動かしていただくのがいいかなと思います。 OK、 さあ動きを止めて、足の裏にローラーないしはペットボトルをセットしたら、このままコロコロしてください。でそしたら今度反対側行きましょう。そのままお尻に乗せてもらって、よいしょ。痛い方はそのまま乗ってるだけ、余裕。そう、次のレベルはちょっと横にゆらゆら揺れる。さらに余裕がある人はちょっと前後に動いて、こんな感じの段階付けでやってみてください。お尻の筋肉ねすごく大きいので、ちょっとこうローラーの位置とか座る位置を変えてもらうと、またあの感じ方がね変わってくるかなと思うので、その辺も少し調整をしてみてください。はい、 OK です。そしたら今度太ももの裏側にポールを入れて、まずは横にゆらゆらです。これが痛い方は無理せずに、そしたら膝に近いところに動かしてゆらゆらします。膝の真裏にはいかないように気をつけてください。よし、ではちょっと軽くお尻を持ち上げて前後にコロコロしてみましょう。
気持ちいいなぐらいのレベルで留めてください。痛いなはちょっとやりすぎです。よし、 OK。 したらちょっとお尻を浮かせて転がしてみます。もしフォームローラーでちょっと太めの使ってる方はこのまま膝だけ曲げ伸ばししてもらってもいいと思います。やりやすい方で行うようにしてください。よし、 OK です。そしたらこのまま横に向いて今度は内側ですね、すねの内側に当てて足をこう遠くに伸ばすようにストレッチをかけてみてください。ランナーの方とかだとこの辺の疲労の回復が追いつかなくて、よくね、足底腱膜炎になってしまう方とかも多いので、この後蛍光筋というところはですね、しっかりとケアをしていただくといいかなと思います。はい、結構です。では正面に戻してもらったら、よいしょ、この辺にローラーを置いていただいて足首を上げ下げします。上げるときは指を伸ばして、曲げるときはギュッと握ります。で、ま、上げて下ろして、あと2回いきましょうか。上げ下げで、もう1回上げ下げ OK。 したら回します。1回ぐらい回そうかな。3、4、5、足の指もしっかり握って6、7、8、9、10、逆回し1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。1回ホールを上げていただいたら、一度皆さん立ち上がっていただいて足の状況ですね、確認をしてみましょう。あ、足の裏コロコロ忘れてた。もう一回いきます。ここで足の測定に乗せてコロコロします。すいません、ありがとうございます。参加者の方にも教えてもらうっていうそう、コロコロしてもらって、はい、OK です。ではごめんなさい、改めてもう1回立っていただいて、よいしょ、足踏みしてもらったり、あとは前屈ですね。この辺はまあ、足にアプローチしてるので変わるなっていう感覚多いと思うんですけれども、あとはこう体のねじれとかも実は足のこの辺がほぐれてくることで行きやすくなってる方っていうのもいらっしゃると思います。あとは後ろですね、ぐーっと反るのとかも変わってくる方多いんじゃないかなと思います。そしたらここで1回水分を取ってもらって、ここから椅子を使った枠に切り替えていきます。よし、ではでは、ここから椅子を使ってやっていこうと思うので、椅子を皆さんご用意していただいていいですか。で、椅子に、今日はですね、タオルを使ってちょっとだけ座布団を作っていこうと思うんですけれども、ですね、こう完全にフルフラットではなくてですね、ちょっとだけこういう状態、分かるかな、少しこっち側が厚みが多くてこっち側厚みのない状態にして置いてもらうと、こうちょっとね、椅子にこう斜めに角度がつくようなイメージですね。こういう斜めの状態っていうのをちょっと作ってもらえるといいかなと思います。座布団だったら、こっち側の座布団をちょっとだけ畳んで、あ、そう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 、いい感じです。で、後ろが高くなるようにしてください。そうで、この状態で腰をかけます。そうすると座骨がついている骨盤が、よいしょ、って起こしやすくなります。後ろが高く傾斜がついている分起こしやすくなるので、この状態で今日は、座ったエクササイズをしていこうと思いますので、この状態から一度猫背の状態を作ってください。丸めて、そして骨盤から起こしてまっすぐ綺麗な姿勢を作ります。そしたらもう一度ぐーっとおへそから引っ込めていくように、ぐーっと丸めていく。そしたらもう一度ぐーっと骨盤を立てて体をまっすぐな状態、ここにちょっと手を合わせていきますね。
背中を丸めるときは手のひらを内側にねじるようにぐーっと手の甲と手の甲をくっつけるような感じでぐーっと、でここから骨盤を起こしていきながら今度手のひらを天井方向に広げるイメージでぐーっと、でここに呼吸を合わせます。息を吐きながらふーっと吐き出して大きく吸って胸を広げていく。もう一度ふーっと吐きながら背中丸めて丸めて、ここから開きながら骨盤を起こしていく。ラスト1回息を吐きながら背中を丸めて、息を吸いながら胸を開いて、そのポジションで手をスッと真下に下ろしてください。このポジション下でエクササイズをしていきますので、まずここ皆さん形状記憶です。骨盤が立って体が起きている状態、ここ形状記憶です。この状態から手をですね、ももの上に置いていただいて、骨盤しっかりと起こしたまま床方向に倒していきます。手で足をなぞるような感じ。この時にせっかく起こした体が丸まってしまわないように、起こしたポジションのままここの股関節からパタンと倒すような感じで前に倒していきます。 できない方はここまででも結構です。いける方は少しずつ前に倒していく。ただ前に倒していくときに前にバタンって倒れちゃうといけないので、できる方はちょっと足前に持ってってもらって、ぐーっと前かがみになっていただくようにしてください。でゆっくりと戻していく。戻した時も丸まらないです。しっかりと起こした状態のまま前に行きます。それこれあと3回行きましょう。戻してまっすぐな状態から前屈をしていきます。前に前に前に、骨盤をしっかりと立てたまま、もも裏が伸びているのを感じます。戻していく。もう一度前にふーっと吐きながら前、息を吸って吐きながら起こしていく。ラスト1回大きく吸って吐きながら前に、吸って吐きながら起こしていく。 OK です。そしたらですね、このポジションから少し足を広げられる範囲で大きめに広げてみてください。そしたら同じようにぐーっと足に手を沿わせるような感じで前屈をしていこうと思います。ここから前屈をしていきます。この時も背中は丸まらないです。この先ほどの形状記憶ポジションから前にぐーっと倒していって戻してくる。 できない方はここまででも結構です。できる範囲で結構です。いける方は床面までタッチしますし、難しい方は膝のところでも構わないです。いける範囲で、膝が内に入っていかないようにしっかりと開いた状態で手を足に沿うようにやっていきましょう。では5回いきます。ここにセットします。内ももセット、大きく息吸って吐きながら前にぐーっと前に前に前に戻していきます。もう一度吸って吐きながら前にぐーっとで戻していきましょう。もう一度前にぐーっと前に前に戻します。もう一度前に行きましょう。大きく吸って吐きながら前に、はい結構です。今のはこの内ももに少しね張り感を感じられてれば OK ですね。ではですね、ここから、もう一度この形状記憶のポジションに持っていってもらったら、今度はですね横の倒していく運動をしようと思うので、手はそのまま快速に下ろしてもらって、手をですね床にぐるっと近づけていくように、体を倒していきましょうか。ただ手をぐっと床面につければいいというわけではなくて、そのままですね両方の座骨にちゃんと体重残したまま倒すようにしてください。もう一回いきましょうか。大きく吸って吐きながら倒します。ふー、そんなになので多くは倒れるんですね。ここで大きく息を吸って吐きながら反対にいきます。ふー、これ大きく吸って吐きながら反対、ふー、もう
う一度吸って吐きながら反対、吸って吐きながら中央に戻ってきましょう。 OK、 皆さんだいぶできるので、今日は頭の後ろに手をセットします。 できる方は体と肘の位置が同じポジションに、こうなってしまうのようにできる範囲でちょっと開いてみましょう。開いたポジションで横に倒していきましょうか。もう一度いきます。ちょっと足ワイドベース広めにしてもらった方が安定するかなと思います。大きく吸って吐きながら横に倒します。この時ここを伸ばしていくイメージ。大きく吸って吐きながら反対にいきます。手を入れ替えて横に倒していく。大きく吸って吐きながら反対、肘の位置気をつけてください。大きく吸って吐きながら反対、大きく吸って吐きながら反対、大きく吸って吐きながら反対。 OK です。一回楽にしましょう。今まで縦と横の動きをしてきたので、今度はツイストの動きですね。手を前にこのように出していただいて、こういう感じですね。そしたらですね、ここからぐーっと体をねじっていくんですけれども、ねじっていくときにこっちの同じ側の膝が後ろに下がっていきやすくなるので、両方の膝のポジションをキープしながら回すようにしてください。なので実際にはそんなに大きく ねじれるっていうことはないと思います。あとは体が横に傾いたりしないように、後ろに倒れながらねじったりしないように、このまま頭から串出しの状態、形状記憶の状態でねじります。で反対側という形でちょっとやっていきましょう。では胸の前セットします。では大きく吸って吐きながらツイスト、吸って吐きながら反対、吸って吐きながら反対、吸って吐きながら中央に戻します。 OK、 ここでワンポイント入れます。ねじった後ここで開いていきます。ねじってさらに開きます。で目線は開いた方の手を見るようにしてください。ではいきます。そしたら皆さん右にツイストしましょうかね。大きく吸って右にツイスト、ふー、そしたら右手を後ろに伸ばします。手を戻して、そこから回転を中央に戻していく。もう一回大きく吸って反対、左手を広げていきます。左手を胸の前に戻してから中央に戻してきてください。そのまま行きましょう。反対、右側ツイスト、右手を後ろに広げて右手を戻す、中央に持っていく。あと一回行きます。左にねじって左手を広げます。左手を胸の前、中央に戻っていきましょう。はい、 OK です。1回ね、肩ポカポカしてきてると思うので、少し肩を軽く回してみてください。そしたらですね、今日最後にやっていくワークはですね、手を伸ばしていくリーチ動作の練習になります。よくこう体ね、硬い方しっかりと動かしましょうっていうワークが比較的多いんですけれども、今日はですね、そういった運動ではなくて、体から伸ばした手をできるだけ遠くに伸ばしていくっていう、関節運動は伴っていないんですが、実際にはこの辺がすごく動くようなワークになります。体でいうと右にぐーっと伸びている時は背骨がこういう働きですね、こういう感じ で反対側、そしてその後に前方向もやっていく、そして上方向という形で、どの場所に伸ばしていっても肘とか肩で曲げするのではなくて、あくまでグッとこの辺から伸びていく感じです。骨盤ぐらいからグーンと手が伸びていくような、何か物を取りに行くような感じでのエクササイズをしようと思いますので、まず皆さん右手横に広げてもらったら、ちょっとだけ倒れないように足ワイドにしておきましょうか。そしたら倒れないように右手をできるだけ遠くに遠くに伸ばします。
この時手の位置下がらないようにできるだけ真横にぐーっといける範囲で、で戻してきて、今度反対左手横開いたらぐーっとできるだけ遠くに遠くに、目線は指先を見ます。そうで戻していきます。そしたらもう一度、今度は片手前に出してもらって、前方向にぐーっと伸ばして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 帰ってきます。今度反対の手出して、前にぐーっと伸ばして伸ばして、背骨もしっかりと伸ばしながら足でも踏ん張って帰っていきます。そしたら今度上です。右手バンザイ、上方向にぐっと伸ばしていきます。その時右の脇腹を伸ばすようなイメージ、体重をこっち側に移動させながらぐっとできるだけ高く、天井方向に伸ばして高いものを取るようなイメージ、目線は右手の指先を見つめます。でゆっくりと下ろしてきて手を下ろします。今度反対左手アップ、左手で高いものを取るようにぐーっと伸ばして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 伸ばせるところまでで OK。 ゆっくりと下ろしてきて、そしたら前習いポジションからちょっとだけ広げます。45度ぐらい広げて、じゃあ右手だけ残してもらって、この斜め前に伸ばしていきましょう。あと2センチ伸ばす。ぐーっと、はい、戻しましょう。で今度反対前から45度ポジションで伸ばしていきます。自分が伸びるなっていうところからさらに伸ばしていくイメージ。ぐーっと伸びる伸びる伸びる、もうちょい伸びる、よっしゃ届いた、戻しましょう。 OK。 そしたら今のポジションからちょこっとだけ手を上げた、ちょっとグリコのポーズみたいな感じですね。この手で斜め方向にぐーっと伸ばしていきます。もう少しで届く、もう少しで届く、よいしょ届いた。一回戻します。今度反対前習いから45度開いてちょっと上に上げます。このポジションで上に、このまま腕の延長線上に何か物があると思ってぐーっと取ってください。もうちょっとで届く、もうちょっとで届く、はい OK。 ゆっくりと下ろしてください。はい、どうでしょう。少しね、体伸びたりポカポカした感じっていうのがあるかなと思います。では皆さん一回立ち上がっていただいて体のチェックをしてみましょう。では最初に行った足踏み、あとは前屈ですね、前屈、あとは少し後ろに反る動作ですね、と体のねじれですね、ねじる運動、はい、いかがでしょうか。そんなにこう普段のストレッチみたいに、じゃあ膝を伸ばして前屈してここのハムストリング伸ばしましょうみたいなエクササイズとは違ってですね、まずは、筋肉に対して軽いマッサージ刺激で緩めていく、そしてちょっと動かす足首とかを動かしながら筋肉を活性化アクティベートしていくようなワーク、そして手の動きを通して手と体をつなげていきながら伸ばしていく動作の中で筋肉をしっかりと伸ばしていきながら使う、そして戻ってくるっていう、このねバランス感覚も使いつつ筋肉にこう使い方を学習させていくようなワークですね。あとはごめんなさい、途中抜けましたけれども、ここから横にやっていきながら可動域を伸ばしていく、そしてここにね呼吸を合わせていくことで、この肋間ですね、肋骨と肋骨の間の筋肉等にも刺激を入れていくことで体の中心からですね柔軟性をアップさせていこうというふうなワークでした。で実際にあの体の状態ね変わった方もいらっしゃると思うので、まずね体が硬くて動かすの大変だなっていう方はこういったところから始めてもらうといいかなと思います。はい、ではですね今日はまったりストレッチというところでお昼から集まっていただいてありがとうございました。またね、夜は少ししっかりと動いていく系のワークをねやっていこうと思いますので、また夜のお時間もご一緒できれば嬉しいなと思います。では皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。こんな感じでですね、実は毎週決まった曜日時間帯にオンラインでのトレーニングライブっていうのを実施しております。
はい、興味がある方はですね、ぜひ下の概要欄からチェックしていただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。